遠いところ、一番遠いところは長野県から、そして、さらに遠いところはハワイからお集まりいただきありがとうございます。皆さんの幸運を祈り、乾杯の音頭を取らせていただきます。いきます、乾杯。はい、じゃあ皆さんこんばんは。こんばんは。ロッキーでございます。はい、ね、この機会をいただきまして、ありがたいことで、はい、何をやるかいろいろ考えてたんですけれども、まず手相占いの手相を説明させていただいた後、ほんまにこの辺でここ行った、これが叶ったでみたいなパワースポットありますからね。で、あのなんやかんや、あのイカル君の動画の中でも言うとった、あの猫の話とかね、いろんな話も山ほどありますんで、そんなのちょっとずつやっていきたいと思いますけれども、今日ちょっと YouTuber も結構YouTuber の方いっぱいいるんで、 YouTuber 三原則線いうのがあるんですよ。これ何か言うた、俺ほんで最近やっぱり時代 YouTube の時代やから、とりあえずこの3つ出てる人には、いや、あんた YouTube もおてるで、もういろ、ね、題材は何を使ってもいい時代ですからね。いや、やったらどないで、いや、実はちょっとやりたいんですみたいな人結構います。どういう線かというと、人差し指の下のところにこういう縦線ピュッ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 と何本も出通しと、これね、あのお子ちゃま線って僕呼んでますけどね、あの気持ちが子供なんですよ。いつまでたったって少女のまま、少年のまま、うん、だから YouTuber なんてね、ある意味ね、子供心ないと絶対できません。で、この線出てる人は、まあ女の人やったらやっぱり男性にね、よしよししてもらわなあかんし、で、あと気持ちが子供やから、ママパパになった時に子供目線まで下がってわー遊んであげれるような、はい、そういうタイプの、あの親になったらいいんで、威厳のある親にはなろうとせんでいいんで、はい、子供目線まで下がって遊んであげられたり、だから幼稚園小学校の先生になる人は絶対出てないと、これダメです。 YouTuber になる人も子供心絶対ないといけないんで、これが出てないとダメです。ほんでね、あと薬指小指の下のあたりに こういうペケ印、こういうペケ印が出ます、うんうんうん、ある。これ芸術十字って言って、これが芸術的センスだから、これで通しとっていうのはね、だから YouTuber 編集せなあかんわけでしょ。だからバババーといろんな動画カットカットカットで撮って集めて、あ、これ端折ってこれとこれつないでっていう、そういうセンスがねパパッと湧くんですよ。で、あ、この画像必要やな、撮っとこかみたいなね、そういうセンスある人。ほんで SNS 見てもなんやこいつダッサい写真ばっかり上げてと思う人と、おしゃれやな思う人、ほんで見かけが、あ、ファッションセンスあるな、おしゃれやな思う人、みんなこの線大体出てます。 YouTuber 絶対出てないとダメです。芸術十字言うんですけどね。で、このお子ちゃま線、芸術十字プラス頭脳線と生命線、この付け根のあたりでこの2本ちゃんと重なっ通しと、これ要 KY 繊維って聞いたことある思いますけれども、これが離れ通しとは KY なんですよ。 KY ある意味は悪く言えば KY 天然、よく言えばマイペース。それからこのね、つながっ通しというのは自己プロデュース、自己マネジメント意外とできるんですよ。だから自分で考えてどういう動画上げてどうのこうのどうのこうのできるのがこれつながっとうタイプで、アイドルとかタレントはもう KY 多いんですよ、離れてる、うん、アイドル。で、これはこれでね、マネージメントプロデュースやってくれる人がおればいいんですよ。で、可愛いお姉ちゃんもおってね、で売れちゃうともうこんなん、なんぼでも周りがやってくれるんで、もう全然いいんですけども、ちょっと売れてないぐらいのコーラがどうしていいかわからん。で、周りはとりあえず男の人はチヤホヤしてくれるんやろうけれども、うん、で、自己プロデュースマネジメントができへんから、ちょっと俺が何とかしてやるよいう人にフラーっとついていって騙されるとかね、うん、結構僕の周りもそういう人らがおったりするんで、 YouTuber 三原則線はお子ちゃま線、自己プロデュース線、芸術十字、この3つ出てたら売れる売れない以前にこの3つ出てる方がいいんじゃないですかと。ご飯まかない出てまいりました。なので炊き込みご飯とステーキまで、まだラーメンまで出てくるそうなんですけど、
これね、なんか炊き込みが、おいしいんかな。ねえ、なんか肉もちょっとあんま美味しそうじゃない。なんか雑草が乗ってる。なんかね、あんま美味しそうじゃないですか。ちょっと食べてみたいと思いますね。これ焼き飯なんやろ。うん、なんかうまい。香ばしいこれ。ホタテ入ってんのかね。ホタテ入ってます。おいしい。ありがとうございます。これ何飯言うんですか。ホタテのうちのガーリックバター。あー、はい、あ、お、なるほど。ました。あ、美味しい。ありがとうございます。うん、で、このステーキ、はい、パイタンで、なんや、ようわからん、このね、茶色の液体が乗ってるんですけど、うまいかな。ちょっと食べてみたいと思うんですけど、わ、ソースうまい。これ何ソース。鶏の、たちまち鶏の、あさりたちまち鶏のガラで炊いた、うん、パイタンソースです。めっちゃなんか、だしちゃんと鶏で取ってるソース。はい、こちらの綺麗なお姉さん。いやゆかちゃん、手相占いしていきたいと思います。はい、肘置いてこうやって楽にしてね。はい、見てください。ちょっといろいろ落書きはしますね。お願いします。うん、あのね、この人ね、はい、右手がこれ、さっき言ったこの頭脳線と生命線がちょっとここのね、つながってる部分が離れちゃう。これ A はつながってるんでね、 KY じゃない方なんですけど、右手がちょっとここの部分が離れてる、 KY 出てます。まあ、言ったって片手なんで、まあ、ただちょっとやっぱりプロデュース力苦手かな。誰かちょっといろいろ教えてくれる人おった方がええわ。はいはい、うん、こっちがつながってるんで、まあ、できる部分はあんねんけど、半々ぐらいかな。できる部分、できへん部分、うん、はい、でね、意外と俺さっき言った YouTube を三原則、このお子ちゃまの線出てなあかんでーいうね、はい、こういうここの人差し指の下の縦線ね、これがこの人出てないんで、意外と大人なんすよ。あ、おお。うん、意外と、まあで、うん、ちょろちょろっと出てるけど、意外と大人やねんな。うん、子供はあんまり好きじゃない。うん、それからあんまり お子ちゃま出てる人は、俺もそうやねんけれども、これね、こういう人差し下の線ピュッ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 と出てる人っていうのは、子供目線まで下がってあげて、一緒にわー遊んであげれるのが平気でできんねん。だから小学校の先生、幼稚園の先生になる人は、絶対出てなあかん、お子ちゃま線、気持ちがお子ちゃま。はい、あなた意外と大人やねん。YouTuber はただ出てる方がええねん。うん、朝倉海君もあんま出てないねん、YouTuber やってる割には。だからあの子もはっちゃけた、あんまりはっちゃけたことせえへんから、あなたの動画ちょっとだけ見せてもらったけれども、はい、ちょっと淡々とした感じやから、はい、まあはっちゃけたかった、無理してはっちゃけた方がええと思うし、うん、男目線から言わしてもろたら、最後ももう、あ、最初とか、はい、せっかく可愛いねんから笑顔でもうキラキラキラーで出た方が人気は出るでと思うねんけど、手相見たらそれでけへんのかなって感じやねん。自然にあなたの持ってるもんでやるんやったら、もうそれせんと、はい、あの今の感じで淡々とやる方が、はい、あなたは合ってんのかなと。うん、ただ YouTuber 的な目線、はい、男目線でやらせてもらったら、笑顔キラキラの方が人気が出るでええと思うねんな。うんうん、はい、だから意外と大人やから、そういうのがちょっとできへんねん。うん、やるんやったら鏡の前で笑顔一緒に練習してください。はい、ただここのペケな、芸術的センス、この辺の、はいはい、ペケ印ね、はい、こういうね、この辺にあるペケなんですけれども、 YouTuber 絶対あの、だから芸術的センス、そのあれは言うていいねんな、あの有楽社のあの店長のとこのあの編集、この人がやってるんですよ。めちゃくちゃうまいですからね。ありがとう。じゃこれはもう理解できる。あ、この芸術的センス、おね、あなたのお化粧具合というね、爪具合というね、これ見たらそれはわかります。ありがとうございます。うん、
だから YouTuber としてあとお子ちゃまの部分で出てて自己プロデュースしっかりできたら、だからどっちが合うか言われたらそれは編集の方が合う。うん、だからある意味ちょっとヘルプというかプロデュースしてくれる人、はい、ああやった方がええでこうやった方がええで言うてくれる人おった方があなたはいいんじゃないですかね、 YouTube やるなら。はい、うん、であとまあもうあなたも好きなことしかできません、はい、お金の線は意外と出てます。ほんで年齢言うていいの？大丈夫です。な何歳？今年28です。28か、はい、はい、前世紀まだまだやで、これな。まだまだ、まだ来るで、えぐいの来るで。うそ、うん、えぐいの。うん、30半ば。半ば、うん、うわ、両方出てる、30半ば両方半ば、うん、あのね、これ俺どれで言ってるかって言ったらね、はい、このね、生命線から上がる、あの島田君の手相の本とかでこの生命線からピュッと木が生えたように上がってる線、これブレイク線とかで書いてあるけど上昇線、成功線なんですけれども、うん、それが35歳で両手えぐい線この人出てます。うん、だから今28、うん、あと7年な、何で見返りくんのかな、 YouTuber かもしれへんし、ほんで結婚して子供できて、はい、あ2人ぐらいも打ち止めで、2人3人できて打ち止めで、はい、そんな幸せなことはないわな、はい、うん、そういうのも含まれる、はい、もしかして独身でいったらここで結婚妊娠出産いきなりあるかもしれへん、はい、あーなるほど、うん、全部来るかもしれへん。へー、うん、ほんま人生わからんねん。わかんないですね、うん、でぼちぼち恋愛もいいですよ。え、嘘、うん、ほら今が30ぐらいにかけてぼちぼちで、この辺でできた人と数年のうちに結婚もあるし、今いらっしゃるのかどうかわかんないですけれども、それはね いないですか。いないです。ガチでいい、ずっといいの、何年も、もうぼちぼち出てくる可能性大、マジ、うん、やば。でここのど真ん中のこの、はい、運命線、中指の下に出るこのペケ印ね、神秘十字は結構綺麗に出てます。お願いした叶うタイプ、はい、うん、でここがあなたもな、あれだなこういう、はい、親指の関節が目になる、ね、はい、仏眼ね、うん、こっちちゃんと出てますね。仏眼神秘十字両方出てるんで、スピリチュアル的に強いので、まあお願いした叶うタイプ、事故っても怪我せえへん、はい、うん、地震来たってしねえへんとかね、はい、そういうねちょっと強い部分、守られてる部分もあるので、はい、うん、でこっちの綺麗な神秘十字出てるもんな、うん、お金も意外と安定させる、はい、運命線、薬指の下の線、はい、小指の下の線、はい、はい、こうね3本出てるので、まあまあ大金持ちやのうても、まあ意外と安定させれるんじゃないかなと。恋愛もぼちぼちいいし、ほんでな、はい、まあ、ママになる時もね、まあまあそんなにもう、あの子供目線まで下がってわーって遊んであげれるママじゃなし、意外と威厳のあるママだった方がいいんかな。はいはい、うん、はいはい、でまあまあ自分の子供可愛いと思うからね、愛を持って威厳のあるママになってください、はい、うん、俺なんかもうお子ちゃま線出てる子はもうそんないらんこと考えんで、子供目線まで下がってうわー一緒になって遊んであげたらええのよ、はい、あなたちょっと違うタイプ、うん、だから YouTube やるんやったら、はい、ちょっとねプロデュースしてくれる人が現れ、彼氏もそういうタイプがいい、はあ、うん、なるほど。だから大人の部分、子供の人の方が逆にええんかな、 あなたと逆の人の方が、はいはい、うん、であとはそうやな、そのちょっと KY が出てる部分が自己プロデュースマネジメント苦手になるんで、あなたの人生の中でもええプロデューサーマネージャータイプをやってくれる人の方がいいです。はい、まあそこまで大きい試練もないし、ただまあ好きなことしかできません。うん、うんうん、です。お酒飲みますか？飲まないです。飲まへんか？飲まへん方がいい。肝臓もともそこまで強くないか、あんまり飲まへん方がいいわな。おー、うん、はい、何かとお願いしたら叶うので、はい、で、あなたがあげまんあんまり出てないので、あげまんではないと思います。男あげちん探したら行くで。行きます？うん、さ、あの35ぐらいのこのブレイク、うん、で、こんな神秘十字仏眼出てる人は、はい、で自分はゲチンアゲマン出てなかったら、はい、
揚げチン探したらいいのやなと。全部受け入れるから、はい、うん、で揚げチン持ってる人ってそれあなたに与えたところで別に減るもんじゃないね、はい、あなた言ってくれた向こうも幸せやん。あ、向こうも、うん、そういうこと、うん、はい、うん、ただこのな、ほんま揚げチン男を作ったら35のこのブレイク、はい、えぐいことになるわ。揚げチン探す、うん、揚げチン探してください。揚げチン探す、うん、あのさっきからすごい後ろでアピールしとう、うん、いやもうね、ほんまにやめてくださいほんまに。新人が新人、俺揚げチンやで、ね、笑うのこらえるの必死やから。俺も揚げチンやで、俺も揚げチン、だからさっきあげちん出ましたよ。死に嫁おるやろ。最悪や、はい、ということでね、はい、あの探したらええことになるんで、ありがとうございます、うん、せかもうどうするかやな。今の点端 YouTube の方は淡々とした、まあ、大人っぽいイメージでやるのか、はい、はっちゃけるんやったらもう無理してでもはっちゃけるぐらいのことやったらええし、どのイメージで、はい、まあ、自然にやれんのはもうあなたの元々の持ってるもんでやるんやったらもう淡々として今みたいな感じでやる、はい、俺の言うた感じ、男目線、占い師としての目線で言わせてもろたら、まあそういう部分カバーする意味でもね、はい、太陽さんさんキラキラキラで出た方が、うん、男受けはすんのかなとも思うし、はい、うん、ちょっと考えてみてください。やっぱり編集自体はバーバーすごいもんね。ありがとうございます、うん、できるので、はいはい、頑張りましょう。頑張ります。手相以上です。以上です。えらいこっちゃもラーメンまで出てきた。